はい、ベルリンからおはよう。シャイトーケントケで、今日はちょっといつもと変わって、僕のキッチンから撮っています。今日は僕のパートナーのアリチュに参加してもらって、アリチュがいろいろやってくれますね、アリチュ。そうね、今日はコーヒーを飲みながら、なんか少し質問していければなと思って。で、質問の内容ってどんな感じのテーマとかは？そう、よくここで私たちいろいろ話してるんだけど、今日のテーマは難聴とアート。まあ、それ僕にとって大事なことだからね。で、アレチがちょっと考えてくれたわけだ。その内容まであんま見てないけど。そう、だからちょっと私からいろいろ質問して、ちょっとこう聞いていければなと思う。なんかまあ、緊張するけど、なんか自分、できるだけ自分の気持ちに素直に、そう、そうシね。ンプルに答え。そう。そう、難しく考えず。OK。あ、お願い。いい？いいよ。始めるね。まず、耳の聞こえはいつから悪くなったの？いや、これもう生まれつき。一つ質問なんだけど、音を大きく話せば聞こえる？時と場合による。聞こえる時もあれば、聞こえない時もある。一応一旦、シンプルに言えない。これすごい難しいんだけれども。これから動画の中で僕の難聴についてちょっと詳しく説明していければなと思うけど、まあ、答えは、そうとも限らないっていう。だから音を大きく喋ったからって聞き取れるわ、聞き取りやすいわけではないってことだよね。そうね。でも、小さく喋られると、聞こえない。なんか聞き取れないんだよね。そうだね。ちょっと、音をキャッチできないっていうのかな。でも、大きいからといって、こう、キャッチできるかっていうと、またちょっと違うみたいな。そしてさ、人と会話するときに一番集中する部分は？唇。もう僕は小さい頃から、目で唇を読んで、会話するってことを、こう、やってきたから、今もそうだよね。今もそうだね。だからやっぱりこう、アレキがこう喋ってきてるとき、僕やっぱアレキの唇こうやって見てるんですよ。やっぱりもちろん耳も聞きながら喋ってるけど、やっぱ目がずっと唇を吸ってるから、そんな感じかな。それでさ、補聴器をしてるじゃない、普段。してるね、こうね。補聴器をしていない時の感覚ってどんな感じ？もうほんとこれ、無音。もう音が全く聞こえないんだけど、精神状態によって、例えば、精神状態が悪いときは、すっごいこう、金切り声みたいなのが聞こえる。キーッと音が。精神状態がいいときは、ほんと、夜の海みたいな、さざ波みたいな感じの音になる。まあ、実際は聞こえてないんだろうけど、だからなんか空耳っていうのかな、多分、そういうのがすごい。結構それで苦しんだ時もあった。今はもう大丈夫。ある程度コントロールできるけど。興味深いね。例えばさ、音に疲れちゃう時ってある？ある。でも音に疲れちゃう時はあるけど、僕がその分ラッキーなのは、普通の人って音に疲れても、それから逃げることはできないんだけど、僕の場合は音に疲れたら、この補聴器切っちゃえばいいの。そうすれば無音になるから。だから答えはイエスでもあり、ノーでもある。音に疲れた時にそこから逃げることができるから。逃げ場があるのね。逃げ場があるね。それでちょっと変わって、好きなジャンルの音楽が。音楽？今は結構音がシンプルで力強い音楽が聴け。だからそうなると、テクノとかが結構エレクトロでもいいんだけど、音がすごいシンプルじゃない？逆に歌物とかになると、もう音楽の中にもいろんな要素が入ってるから、聞き取りにくいとかっていうのでちょっと疲れちゃうから、今は自然にこう、そういうテクノとかエレクトロとか、そういう音楽に行くね。歌物だと音がオーガニックなのかな？オーガニックな音なんだよね。機械音とか無機質な音じゃないんだよね。そうだね。だからオーガニックの音って、音そのものが結構複雑なんだよね。ファジーなの。
だから結構この耳が結構聞き分けてるのに疲れちゃうってのがあるんだと思う。でもテクノは機械音とかだからキャッチしやすいんだと思う。だから自分にちょっと今向いてるのかもしれない。音楽はどんな感情を与えてくれる？自分がこう没頭できるから、その音楽に没頭した時に結構自分が集中してるもの、やってることにフォーカスしてくれる、させてくれる、自分が空っぽにしてくれるものかな。で、絵を描くときはいつも音楽聴いてる？結構聞いてる。でももうずっと聞いてるんだけど、やっぱ疲れた時はやっぱ聞かなくなる時もある。無音の時もある。でさ、描いてる絵がさ、比較的さ、細かくて緻密じゃない？それ難聴と関係してると思う？思う。やっぱりこう入っちゃうんだよね。もう周りが見えなくなっちゃって、どん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 入っちゃうから、もういつの間にかもう何時間も経っていたとか、書き始めてからもういつの間にかもう5時間も6時間も経っちゃってたとかで、気づいたらすごい細かい絵が出来上がってたとか、そういうのはある。で、ところ変わって絵なんだけど、好きなアーティストは？まあもうね、これダントツでマクロチコ。でさ、一番リラックスする時ってどんな時？一番リラックスする時はもう寝る前補聴器外して、なんか携帯見たり、まあ本読んだり、それが一番リラックスする。一日の制作ペースってどんな感じ？もう長い時はもう6時間以上行く時もあるけど、結構いろいろ細々した用事がある時とかはもう1時間行かない時もある、2時間行かない時もあるね。ちょっと時と場合によるんだけど、短い時は本当に短い。例えばさ、一日朝起きてからの一日を言ってみて、説明してみて。今日一日？今日じゃなくても、その絵を描く日ってどんな感じか。ああ、そうね。じゃあ今日朝起きるじゃん。朝起きてまずコーヒー飲んでヨガやって、でその後ちょっと天気が良かったらお散歩行って、で帰ってきて、で絵を描いて、もうそれはもう夕飯まで描くよね。夕飯になるまで絵を描いて、夕飯食べて、夕飯食べ終わったら元気があれば絵を描く、元気がなければ寝る、で夜中また起きて映画を見る。まあ結構そのルーティンが結構あるよね。で、毎日絵を描く？時と場合によるけれども、もう絵に集中できる期間はもう毎日絵を描いてるね。でもやっぱいろいろこうやることがあるときはもう毎日絵を描けなくなるよね。やっぱこれはリズムがある。やることっていうのはどういうこと？例えば。やっぱこう絵を売るための、例えばウェブサイトを作ったり、いろいろこう絵をこういうふうに展開していこうとかって考えたりとか、あとはすごいもうリアルな話、こう売り上げをこういろいろまとめて税務署に出すための書類作ったりとか、結構そういう細々したものが多いよね。絵以外、絵を描く時間を守るためにいろんなことをやらなきゃいけないこといっぱいあるからさ。そうね。で、絵を描いてるときは何か特別なことを考えてる？いや、そんなことない。昔はもしかしたらそれあったかもしれないけど、昔は結構絵を描くことに対して身構えたりとかはあったかもしれないけど、今はもう自然な感じでもう身構えたりしないから特別なことはないよね。で、好きな画材は？昔はインクだった。まあモノクロが好きだったからインクだったけど、今はね、結構絵の具、いろんな絵の具を試してもいいのが今の楽しい部分だね。最近色を使い始めたから、昔は結構色使ってなかったからもうインク一辺倒だったの。でも今はね、この絵の具はこう色するんだなとかいろいろ試してる。で、絵を描いてる時ってどんな感情で描いてる？感情的な部分。技術じゃなくもて。ちろん絵によってもちろん違うけどね。でもやっぱりたまにこう
この不安な社会の流れとかをもう一度キャッチしちゃって、それが絵にこう出ちゃう時ってあるよね。うん、それあの今の絵がそうだよね。今ね、そうそう、だから今このコロナ騒動で結構ずっと長引いてるから、それがだからすごいやっぱ自然と絵にねそれがこう出ちゃうっていうのもある。でもそれはいいことだと思ってる。うん、そうね。でこういうベルリンでの制作環境気に入ってる？うん、すごい一番気に入ってる。ベルリンの制作環境は結構アーチストが暮らしやすい街なんですよね。なんか場所が結構大きい場所が多いっていうのと、それに反比例するようにライフコストは安い。まあ最近は一概に今日も言えなくなってきたけど、あとはねこの周りに緑が多いから公園とか多いし気に入ってる。そうね。で、一番、影響を受けたものってある？今まで人生の中で影響を受けたもの。一番影響を受けたもの、それ答えはすごい難しいけど、やっぱパッと浮かぶものでいいよ。漫画、日本の漫画だよね。日本の漫画とかアニメとかずっとそればっか見てたから、結構僕の絵にも結構そういう影響が出てると思う。うんうん、わかるわかる。それはで今後チャレンジしたいことってある？今後チャレンジしたいこと、うんうん、何でもいいんだよ。あの絵だけじゃなくてもなんかやってみたいこと、自分がこういうのをやってみたいっていうことがあれば。自分がこういうのをやってみたいと思うこと、いや今ねもうね絵をねどん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 こうようまくしていきたい、よくしていきたいってことはすごい考えるけど、チャレンジできたいことって意外とないんだよね。うん、答えになってないけど。逆にそれが絵でチャレンジすることをしていきたいのかもね。今は結構それにフォーカスしてる。うん。で、その絵を描くことはあなたにとって何？なんか自分を、陳腐な言い方になるかもしれないけど、自分を証明するもの。斉藤健介がこの世の中にいる意味みたいなものを証明するものかな。今ので一応20問。あ、そう、結構少ないね。もっと多いと思ってた。うん、すごい楽しかったこの企画ね。うん。いいんじゃない？なんかいつも私たちここでさ、キッチンでお茶飲みながら喋ってるじゃん、うん、こうやって。うんうんうん。だから、ね、そういうのもいいんじゃない？うん。ちょっと今後やっていきたいと思います。じゃあまあそんな感じで、今日はこんな感じで、ベルリンからです。